どうもこんにちは、おっさんゲームズです。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドで遊んでいきたいと思います。今回はキハウの祠をクリアしていきたいと思います。この祠なんですけれども、場所は、全体マップ上でいうところのここら辺にあります。こっち側にゲルトの塔がありまして、北西方向にグググググっと行ってやると、祠が、発見っていうか、祠の場所まで行くことができます。で、祠は出てないんですよね。で、出現させる方法がありまして、こう上の方向を見てみると、あそこに、いかにも、あそこに、なんていうんですかね、こう、祠の、なんていう仕掛けがありますっていう場所があるじゃないですか。あそこに向かってなんですけれども、矢を放ってやる必要があります。この電気の矢を。で、実際に放ってやります。で、電気の矢を、当ててやると、祠が出現します。キハウの祠です。じゃあ、クリアしていきます。この祠のクリアはとても簡単です。キハウの祝福、キハウの祠。宝箱はあるだけです。はい、中身はダイヤモンドとなっております。はい、宝箱マークがつきましたんで、これでコンプリートという形になります。では、クリアしていきます。はい、克服の証を手に入れました。はい、というわけで、祠もクリアいたしましたし、宝箱もコンプリートしたので、今回はこの辺にしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、また次回。